ピナは相変わらず元気だな。それにしても ALO にピナもコンバートすることができてよかったよな。はい、 SAO で手に入れたアイテムは ALO にコンバートしてきた時にダメになっちゃいましたけど、でもピナだけは残っててくれて、またピナと会えて本当に嬉しいです。そうだな、俺もストレージにユイとストレアが残ってた時は本当に嬉しかったよ。それで俺に何か用か？あ、そうでした。実はキリトさんに折り入ってお願いがあって来たんです。いきなりかしこまってどうしたんだ？あの今から私と一緒に攻略に行ってくれませんか？なんだ、何事かと思ったよ。もちろんいいよ。本当ですか？ありがとうございます。キリトさんと一緒に攻略に行けるなんてすごく嬉しいです。頑張らなくちゃね、ピナ。ピナもやる気満々みたいだな。それでどこのエリアに行くんだ？フロスヒルデなんですけど。フロスヒルデか。あのフィールド結構きついけど大丈夫か？頑張ります。シリカもピナも同じ反応するんだな。そうでしょうか。よし、それじゃあ早速出発しようか。シリカ、疲れてないか？今日はこの辺にしておくか？いえ、まだまだ大丈夫です。せっかくキリトさんに付き合ってもらってますし、もうちょっと攻略したいです。そうか、あんまり無理するなよ。はい、心配してくれてありがとうございます。よし、じゃあもう少しだけ進んでみるか。わかりました。いつも迷惑をかけっぱなしだったから、たまにはキリトさんに。ん？何か言ったか？いえ、何も言ってないです。あ、キリトさん、あそこにモンスターがいますよ。あれは中ボスクラスのモンスターだな。さっきまで倒してた雑魚とは違って、攻撃の。シリカ、くれぐれも気をつけろよ。わかりました。行くよ、ピナ。早く行きましょうよ。行くよ、ピナ。行くよ、ピナ。なんの。調子なら問題なさそうだな。シリカ、危ない！くそ！まさか死に際にあんな大技を放ってくるなんて。
シリカ、大丈夫か？ピナが私の代わりに攻撃を受けて。何？ピナの頭の上に変な数字が出てないか？本当です。しかも数字が、ああ、何かがカウントダウンしてるみたいだな。こんな現象は見たことないが。私も初めてです。一体何でしょう？わからない。カウントが終わるまではまだだいぶ時間があるみたいだが、念のため一旦町に戻ろう。アルゴあたりなら何か知ってるかもしれない。はい。キーボーか。相変わらず見るたびに違う女の子を連れてるの。人目もはばからずにデートとは。まったく隅に置けないね。デート？この情報はあーちゃんにタダで提供してあげようかな。そういう誤解を招くようなことはやめてくれ。あ、それより一つ情報を買いたいんだが。うん？何があったのか詳しく聞かせてもらおうか。ということなんです。そいつは死の呪いだな。使ってくる敵がまだ限られてるからな。あまり知られてはいないが、頭の上にカウントがついてゼロになったら死んでしまうというタチの悪い状態以上さ。そんなどうすれば解けるんだ？普通は町まで逃げ込めば自然と治るはずなんだが。でもカウントはついたままだぞ。そうだな。多分これは運営にとっても想定外な事態なんだろうさ。どういうことだ？本来死の呪いはプレイヤーにのみ有効な状態以上、テイムモンスターにかかってしまうことはないはずなんだ。そもそもテイムモンスターが命令もなく主人をかばうことはありえないからな。だがそのフェザーリドラはなぜかシステムでサポートされていない行動をとってしまった。なるほど。それら偶然が重なってある種ハマりの状態に陥ってしまったと。あくまで推測だがな。そんなの困ります。だってピナが死んじゃったら私。そうだな。俺たちプレイヤーは最悪死んでもデスペナルティだけで済むけど、ピナは町に戻る以外に呪いを解く方法はないのか？何かこう回復アイテムとか。そうだな、不確かな情報を話すのは俺っちのポリシーに反するんだが。あるのか？不確かでもいいです、教えてください。しょうがない、事情が事情だからな。お二人さん、黄金のリンゴクエについては知ってるか？どこかで聞いたことがあるような。女神イズンという NPC が管理している幻のリンゴだよ。イズンの悩みを聞き解決してやるとクエ報酬としてその黄金のリンゴがもらえるんだ。そのリンゴさえ食べれば呪いでも何でもありとあらゆる状態異常は感知するよ。本当か？ああ、ただ今のところテイムモンスターに食べさせた例はないから、本当にそのフェザーリドラに効くかどうかまでは保証できない。だから不確かな情報なんだ。いや、それでも助かるよ。はい、ピナを助けるためなら私何だってします。ありがとうございます、アルゴさん。礼には及ばないよ。その代わり
どういう結果になったか後で。あ、わかった。イズンの居場所はここさ。この場所にクエスト NPC がいるから、そいつに話しかければいいぞ。よし、早速イズンのところに行ってみよう。あれはどう見ても男だろ。しかも老人みたいだが。立派なおひげを生やしたおじいさんですね。何かうめいてるぞ。ああ、イズン、イズンよ、早く帰ってきてくれ。なんだかすごく悲しそうですね。私、話しかけてみます。私、シリクって言います。わしは歌の神ブラギだ。ブラギさんって言うんですね。どうしたんですか？イズンが、愛する妻が下の巨人セアチに連れ去られたのだ。え、誘拐ですか？どうか、どうかセアチの手から彼女を取り戻してはくれないだろうか。今はセアチの住処に囚われているはずなのだ。ああ、今頃どうしているだろうか。ひどい目に遭ってはいないだろうか。心配で心配で夜も眠れんのだ。なるほど、どうやら救出系のクエストみたいだな。キリトさん、早くイズンさんを助けに行きましょう。ああ、グズグズしている時間はないからな。ブラギさん、私たちがイズンさんを救い出してみせます。おお、ありがとう、ありがとう。それでイズンが囚われているセアチの住処っていうのはどこにあるんだ？ここじゃ。この遺跡にイズンが。遺跡系のダンジョンか。わかった、行ってみよう。大丈夫よ、ティナ。絶対に死なせたりしないから。シリカ、クエスト、頑張ろうな。はい。キリトさんの言葉は、魔法みたいですね。魔法？声をかけてもらえるだけで、すっごく元気になれちゃうんですよ。そっか。シリカを元気づけられてるんならよかったよ。 SAO ではキリトさんに頼りっぱなしでしたから、今度は私がピナを守ってあげなきゃですね。ああ、俺もシリカを全力でサポートするからな。はい、ありがとうございます。よし、それじゃあセアチの住処に行ってみよう。ここがセアチの住処だな。この遺跡のどこかにイズンさんがいるんですよね。でもこれだけ広いと探すのが大変そうですね。そうだな。しかもどこかに囚われている可能性が高い。敵の動きに注意しながら探していこう。はい。任せてくれ。
だいぶ進んだけど、まだイズンは見つからないな。どこかに囚われているんでしょうけど、まだそれらしき場所はありませんね。急いでいるんだが、根気強く探すしかないか。あ、キリタさん、あそこにいるのって。ああ、ただのモンスターじゃないみたいだな。お前がスヤチか？我が輩の住処に何の用だ？イズンさんを助けに来たんです。ふん、やっと手に入れた美しい女神をそうやすやすと手放すわけがなかろう。邪魔者は排除してくれる。すごい迫力ですね。シリカ、大丈夫？ているがいい。必ずや、必ずや、イズンを再び我が手に。なんとか倒しましたね。なあ、散り際のセリフがちょっと気になるけど。キリトさん、先を急ぎましょう。頑張っちゃいますよ。連れ去られて、こんなところに閉じ込められて、一生出られないかと思ったわ。あの人は、ブラギは無事なのかしら？ブラギさんは木の下で、イズンさんの帰りを待ってますよ。そう、よかった。
あなたたちのおかげで、あの人の元に帰ることができるわ。はい。早くブラギさんの元に帰っ…もうすぐブラギの元へ帰ることができるのね。ツヤチに囚われている間、神々に黄金のリンゴをあげることができなかったから、みんな困っているはずよ。早くみんなに黄金のリンゴを渡してあげないと。これでイズンから黄金のリンゴをもらえばクエストクリアだな。シリカ、ピナのカウントは？なんとか間に合いそうです。このまま何事もなければ。うわっ！なんかいきなり強風が。まだ何かあるのか。あれは、あれは姿を変えたスヤチだわ。こんなところまで追ってくるなんて、なんてしつこい男なのかしら。さっき倒したはずなのに。くそ、粘着質なやつだな。イズンよ、我が輩の元へ戻ってくるんだ。逃がさない、逃がさないぞ。嫌よ、あなたのところになんて絶対に行かないわ。こんな恐怖じゃまともに飛ぶことができないぞ。もう少しでピナを救えるのに。ううん、諦めちゃダメ。私がピナを救うんだから。シリカ、私に任せてください。やー、シリカ、大丈夫か？はい。ったく、こんな無茶をして。でも、おかげで奴の動きが鈍くなったぞ。ピナのために、急いで倒しましょう。ああ。早く行きましょうよ。はい、任せてくれ。
ストクリア。少しは強くなれたかな、みんな。イズン。あなた。ああ、愛する妻よ。本当に無事でよかった。怪我はしていないか。ツヤチに何かされなかったか。心配をかけてしまったわね。私はこの通り大丈夫よ。妖精たち、助けてくれて本当にありがとう。ささやかなお礼としてこれを。はあ、イズンさんが木に近づいたら一斉にリンゴが実りました。さあ、好きなリンゴを持って行って。ございます。すごい、これが黄金のリンゴ。早速ピナに食べさせよう。はい、ピナ、このリンゴを食べて。お願い、聞いて。ピナ、カウントダウンが消えた。これでもう大丈夫だな。よかった。キリトさん、本当にありがとうございました。ピナが助かったのはキリトさんのおかげです。そんなことないさ。シリカの勇気でスヤチを倒すことができたんだし。あの時シリカが一撃を入れなかったらクエストを失敗していたかもしれないぞ。シリカ、なんだか強くなったな。本音を言うと、SAO で初めて会った時は危なっかしくてほっとけないって思ってたんだ。それからこんなに頼もしくなるなんてな。あの時は本当にご迷惑をおかけしました。ああ、いやいや、俺が勝手にやったことだから気にする必要はないよ。キリトさん、あの時は私が妹さんに似てるからって助けてくれたんです。ああ、そういえばそうだったな。よく覚えてるな、そんなこと。当たり前ですよ、キリトさんとの大切な思い出ですから。そっか、そんな風に思ってくれてたんだな。あの時シリカを救えてよかった。はい、キリトさんが来てくれなかったら今ここに私はいませんからね。だからこれからはキリトさんの力になれるように頑張ります。もう力になってるさ。戦闘力の面でもそうだけど、何よりシリカがいるとすごく楽しいし元気になるんだ。キリトさん。シリカ、いきなりどうしたんだ。言葉だけでは感謝の気持ちを伝えきれないので行動で示してみました。本当はこれでも足りないくらいですけどね。そうなのか。キリトさん、スバルト・アルブヘイムの攻略も頑張っていきましょうね。ああ、うん、よろしくな、シリカ。はい、こちらこそよろしくお願いします。もちろんピナもな。ですね。私もっと強くなりたいです。キリトさんに頼ってもらえるくらい。それでキリトさんの隣に自信を持って並べるようになりたい。その時はキリトさんに私の気持ちを伝えられると。
役にお付き合いいただいてもいいですか？ああ、もちろんさ。本当ですか？ありがとうございます。ピナ、すごく楽しそうですね。この前死にかけたのが嘘みたいです。ああ、本当に良かったよ。ジリカ、そっちは急斜面だ。シリカ、手を伸ばすんだ。キリトさん。よし、このまま引き上げ。ごめん、とっさに抱えちゃって。キリトさんを巻き込んでしまうなんて本当に申し訳ないです。気にしなくていいよ、二人とも無事だったんだしさ。はい。ん？これはなあシリカ、これ何ですか？ちょっと見てくれ。キリトさんの隣に寝っ転がっていいのでしょうか？キリトさんが呼んでるわけだし。どうした？いいえ、お邪魔します。ここに咲いている花だけどさ。あ、これプネウマの花？どうしてスバルト・アルプヘイムに？プネウマの花はアインクラッド47層の思い出の丘にしかないはずじゃ。俺も確証はないけど、ALO は SAO サーバーのコピーだからな。もしかしたらカーディナルシステムがグラフィックリソースを流用したのかもしれない。もっとも ALO にプネウマの花なんてアイテムは存在しないから、タップしても何も出ないけど。名前は出なくても間違いありません。また見られるなんて思ってなかったです。シリカにとって大切なものだもんな。はい、ピナーを生き返らせるためにキリトさんと取りに行った花ですから。どうやら破壊不能オブジェクトみたいだ。残念ながら摘むことはできないな。そうですか。でも逆にこのままにしておいた方がいいかもしれませんね。どういうことだ？ここって急斜面の下にあるからきっと誰も気づかないと思うんです。ですからここを二人だけの秘密の場所にしませんか？キリトさんとの思い出は私だけの秘密にしておきたいんです。シリカ。迷惑ですかね？いや、そんなことないよ。俺もここは誰にも知られたくないから。だってシリカの大切なものがあるんだから、誰かに踏み荒らされるのはいい気分じゃないだろ。そうですね。キリトさんとの秘密を共有したかったんだけど、気づいてないのかな。ここのことは誰にも言わないよ。はい、約束ですよ。ピナ、いつの間に二人の秘密にしようと思ってたのに、いきなり二人と一匹になっちゃいましたね。ピナは自分が仲間外れにされると思ったのかな。もうピナってば。知らん顔みたいだな。もしかして私とキリトさんの仲を邪魔しようとした？それはさすがに考えすぎ。
すぎかな。シリカ、どうしたんだ？難しい顔して。なんでもないです。それより、キリトさん、また一緒にここに来ましょうね。ああ、そうだな。今度は転ばないように注意しないとな。